株式会社、角川グループホールディングスは、日本の出版社、角川の旧社名。法人格としては1954年に創業した角川書店と同一である。本校では2013年に角川グループホールディングスへ、九州合併された角川グループパブリッシングについても記述する。角川グループグループ概要も参照角川書店を、 母体とする角川グループの統括持ち株会社として2003年に株式会社角川ホールディングスへ社名を変更し事業会社の角川書店を分割したその後2006年に株式会社角川グループホールディングスへ社名を変更したが2013年4月1日に角川グループパブリッシングを吸収合併して事業会社化し 同年6月23日に株式会社角川へ社名を変更。同年10月1日付で角川書店他のグループ会社を吸収合併した。関連会社の東海合図会社設立から持ち株会社化までは角川書店の項目を参照。角川、角川グループパブリッシング株式会社、角川グループパブリッシングは角川グループの再編に伴い2003年に 設立された事業会社、角川書店を前身とする。2007年1月1日、それまで角川書店が行っていたグループ各社の書籍、雑誌の営業、物流、販売、宣伝業務に特化する目的で編集、出版部門を角川書店として分割し、角川グループパブリッシングへ社名を変更。2012年7月1日付で、 子会社の角川出版販売を吸収合併した。基本的に角川グループ各社の出版物の発売元となっていたが、2010年にはバンダイビジュアルが運営していたウェブコミック配信サイト、ウェブコミック月金連載作品の単行本、レーベルエモーションコミックスの発売を引き受けるなど、グループ外の出版物にも取り扱いを広げていた。その一方で中継出版とメディアファクトリーは、 角川グループ参加となった後も ISBN コードの統合を行わず、発行、発売とも自社で行っていた。2013年4月1日付で、角川 GHD に吸収合併され、角川 GHD は事業会社となった。角川 GHD が角川へ、社名変更した後の2013年10月1日以降に、中継出版とメディアファクトリーが刊行する。 出版物の ISBN コードは角川と同じものに統合される。なお角川プロダクション以外の合併した8つの会社の名義は抗義の社内カンパニーにあたるブランドカンパニーの扱いとして継続される。角川グループパブリッシングが発売元となっていたグループ外出版社、角川グループ社内ブランド及び参加のグループ企業を参照のこと、ありがとうございます。